まれます。令和元年11月17日名古屋港サッカー場にて2019全国アメリカンフットボール選手権大会3回戦甲子園ボールトーナメント3回戦神戸大学レイバーズ対中京大学イーグルスの一戦が行われます。試合開始13時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側カラーが中京大学イーグルス、奥側バックスタンド側ホワイトのユニフォームが神戸大学レイバーズです。中京大学は東海代表として中京大学、神戸大学は関西3位で、トーナメント進出です。コイントスの結果、中京大学キック、神戸大学リターンで試合が始まります。ファースター19番プレアクションから81番にパスを通しファースターランニバック27番ハンドルを受け中央突破プレーナンバー17神戸大学セカンドダウン2神戸大学ファースターランニバック36番ハンドオフから左オフタックルファースター獲得。タッチダウン。ランニバック34番パワープレーによる中央突破エンドゾーン飛び込みタッチダウン。神戸大学ノーハドルで6点獲得。パス成功。ターゲット18番パス成功。パス成功。スペシャルプレートリックジャングル成功。中央エドランプレーゲインは約4ヤード。ファーストコーナーバック1番プレーアクションからワイドレシーバー28番にパスを通し失礼28番にパスを通しファーストは中京大学ファーストコーナーバック1番オプションプレーから自らキープ中央突破しファーストプレーアクションからワイドレシーバー10番にパス。このパスを10番エンドゾーンでキャッチ。タッチダウン成立で中京大学6点獲得。中京大学パスだ。パス成功。クォーターバック1番ワイドレシーバー10番にパスを通しファースター獲得です。ここでボールをファンブルファンブルしたボールを抑えたのは神戸大したがって攻守交代ターンオーバー
なぎわくん17番、ハートから水戸くん展開。パス成功、ファースター。クォーターバック19番、81番にパスを通し、ファースター。ファースター、ワイドレシーバー11番にパスを通し、ファースター。タッチャー、クォーターバック19番、右スプリントアウトからワイドレシーバー15番にパスを通し、15番、そのままキャッチアンドランし、エンドゾーン飛び込み、タッチャー。神戸大学6点獲得。オプションプレーから自らキープ、左をクロードを通し、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。中京大学6点獲得。中京大ナイスです。フレアパスを27番に通しましたが、これは中京大がチャージし、約2ヤードロス。ボールオン、相手陣20ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。ディフェンスのポーリング、レシーバーが出るのを掴んで挟んでおりました、塞いでおりました。これもパスリターンのものではありませんが、ディフェンスの反則です。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。キックレングス32ヤード。キック成功。中京大学3点獲得。中京大学17点、神戸大学14点。クォーターバック19番、ヘルメリパス、ターゲット1番へロングパス、しかしこのパスは通らず、ここで前半の時間がなくなりました。前半終了しまして、神戸大学14点、中京大学17点、中京大リードで後半戦に移ります。ファースダウン、ランニングバック27番、ハンドオフから中央突破、ファースダウン獲得。神戸大学ファースダウン。中央へのランプレー、キャリア36番。中央へのラン、キャリア27番。タッチダウン。ランニバック34番、ワイルドカップフォーメーションの QB としてダイレクトスナップを受け、そこから中央突破、エンドゾーン飛び込み、タッチダウン。神戸大学6点獲得。ファースター。クォーターバック1番、スクラム、ファースターの獲得です。
ファーストエコー、ファーストアー、コーナーバック1番、リアクションからワイドレシーバー、10番、ファースト投手、ファーストアー。18番 QB キープ、セカンドエコーの約4ヤード前、クォーターバック1番、プレッシャーを見ながら中央トップを図りましたが、このプレーによるゲインはなし。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ダウンオーバー。ファイトセンター、中央へのランプレー、しかしこれは中京大がアジャスト、ノーゲイン。ファーストエコー、ファーストアプレッシャーを見ながらパス、このパスを中京大女子がこれをキャッチし、ファーストダウン獲得。ファイスダウン、ファーストダウン。取れ、取った取った取った、パス成功、ファーストダウン。ワイドレシーバー10番、地面スレスレでキャッチ、ファーストダウン獲得。このキック失敗、中京大学無得点、攻守交代です。QB サーク、クォーターバック1番パスを投じようとしましたが、プレッシャーから QB サーク、大きくロス。プレーナンバー4の23、神戸大学ファーストアンテン。キュービーサーク、クォーターバック10番パスを投じようとしましたが、プレッシャーからキュービーサーク、キックレングス47ヤード。キック成功、3点獲得。神戸大学24点、中京大学17点。パス成功、ファーストダウン。ワイドレシーバー10番キャッチ、ファーストダウン。パス失敗、パス失敗です。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりました。神戸大学24点、中京大学17点で神戸大学の勝利。神戸大学3回戦進出です。17対24で神戸大学勝利です。本日勝利しました神戸大学は、来週11月24日日曜日、万博記念競技場で12時から、関西大学と試合を大会会議で行います。